ハロペコ。今日はですね、栃木県足利市大前町にある海地さんにやってきました。こちらのお店は 2,3 年前に一度伺っていまして、裁縫店になります。海がない栃木でも海鮮食べれるよ。海地さんはメニューの量が半端じゃないです。海鮮系の種類もとっても豊富で、もう迷っちゃいますね。夜だけのミリ丼メニューもあります。今回はランチで伺っていますので、俺はここから選ぼうっと。海地さんは注文はタブレット方式です。最近海鮮食べてなかったので、海鮮欲が湧き出て湧き出て、足利で海鮮どこ食べようかなと思うと、一番最初に出てくるのが海地さんですね。海地さんでは調味料やお皿、ここにあるドリンクは全て飲み放題です。ってことで冷たい紅茶を飲みます。さらにさらにソフトクリームまで食べ放題、これは最高。料理が来る前に食前のアイスでもいただきますかね。これ綺麗にできた時気持ちいいよな。あ、結構綺麗にできた。これ食べ放題嬉しい。今日は結構外があったかいのでアイスはちょうどいいですね。バニラアイス濃厚。食後にも食べようっと。俺はこちら、海地6食ミリ丼ランチ3300円です。3300円かと少し悩んだんですけども、これがどうしても食べたかった。まずはベジファーストですよ。健康健康。そしてお味噌汁です。豆腐とネギですね。和食には絶対味噌汁だよね。まずはどれ食べるかな、どちらにしようかな、縁の神様の言う通りやってますね。これになったそうです。まずはこちら、うな丼です。うまげ。いろんなもの食べたい方にはおすすめですよね。特に女性はこういうの好きなんじゃないでしょうか。うなぎはふわふわでタレの味がしっかりしてますので、めちゃくちゃ米が進む。卵にもしっかり味がついてて、これまたうまい。次はこれにしますか。海地さんと言ったらマグロだからな。お次はマグロ丼です。パンジーがかわいい。海地さんのマグロは厚みがすごい。分厚いですよね。これ筋も全くないですよ。これまたうまい。溶ける。ご飯がミニサイズなので、マグロ3切れ、マグロが余っちゃうほどかなりボリューミーのマグロでした。次はこれにしよう。3つ目の丼はこちら、漬け丼です。漬け丼の上には温玉、マグロは一口サイズに切られております。温玉と合わせてもう間違いない。これまたいい感じに漬けてありますね。中までしっかり漬けてあるので、これまた米が進む。温玉もいい仕事してる。次はこれ、ホタテイクラ丼です。うまげ。海地さんのメニュー見てたら結構ホタテのメニューが多いので、ホタテも推してるんですかね。ホタテ甘い。ホタテは2切れ、イクラは大量の量が載っていました。次はこの火が入ってるバージョン、エビ天丼です。エビ結構大きいな。おー、結構長い。エビはプリプリ。普通の天ぷらもいいけど、天丼にかかっているタレが美味しいんですよね。それ以外にはかき揚げも乗ってます。かき揚げの他にはさつまいもも乗っかっていました。ホクホク食感で、こちらも美味。次はこちらですね、また火が通ってるバージョン、唐揚げ丼です。かなりボリューミーですね。唐揚げの上にはレタスや紫玉ねぎが乗っていまして、ヘルシーにいただけそうです。
唐揚げも結構大きいな。唐揚げにかかった甘酢だれ、さっぱりいただける。唐揚げはちなみにもも肉で、野菜もたくさん食べれるのでゼロカロ仕様の唐揚げ丼です。次はこの小鉢、これはねマグロのフレークだと思うんですよね多分。これは米が進むやつだ。最後には食後のデザート、バームクーヘンの上に生クリーム、キャラメルソースがかかっています。脳天まで突き抜ける甘さが最高。相方はこちら、上トロ寿司単品1850円です。こんな綺麗なマグロ見たことありますか？この手のマグロは特上寿司頼んだ時に1貫ぐらいついてくるような海苔の最高級のマグロ、この最高級の上トロが9貫も入っています。とにかく油の海苔が半端じゃないですよ。これマグロの貝一というぐらいなので、マグロは絶対行きたいとこです。うん、まー溶ける。中トロと悩んだんですけど上トロにして正解だな。めちゃくちゃ美味しいです。結構シャリの大きさも大きいのでボリューミーでいただけます。これはね絶対食べてほしい。一口で食べようとすると無理なぐらいマグロの切り身も大きかったです。すべてごちそうさまでした。私栃木県群馬県で飲食店の紹介をしているエモーチャンネルです。本日のカイツさん、いろんなミニ丼が食べられる6食ランチや上トロのマグロ寿司、ソフトクリームやドリンクまで食べ放題飲み放題で、メニューの量はとても多く、海鮮はとても新鮮です。絶対裁縫確定。本日はごちそうさまでした。